本を組めない小室圭さんは結婚後の新居を一時金を使ってオークションにするのではないかというのが話題になってましたね。そうですね。オークションっていうのはその住む場所っていうのをどうするかってところなんで、はい、小室圭さん自体が今借金しまくってるじゃないですか。そうですね。っていうことは小室圭さんのお金では家は建てれないんですよ。建てれないですね。で、家建てれないどころかあのローンすら組めないんですよ。そうですよね。信用がないと、まあローン組めないというか、まあ、まあ借金しとったらなかなかローン組めないじゃないですか。そうですよね。新しい会社に入って、まあ、その信用がどれだけあるかっていうのがあるんでしょうけども、まあ、なかなか難しいんちゃうかなっていう形で。難しいですよね。で、一応ちなみに黒田清子さんの場合は東京の目白の方に約1億円の新築のマンションを購入して、その半分の2ぐらいの価格を清子さんが現金で支払って、残りの3000万を黒田さんがローンで支払ったって形で言われてるらしいですけどね。これ言われてるっていうだけで真実はわからないんですかね。多分そうだと思いますね。あ、もうじゃあほぼほぼ、まあ、3000万払うっていうのもすごいですね、ローンでね。そうですね。まあ一般の人でもそれはね、3000万ぐらいの家は買うでしょうけど、ローンで、はいはい、そういう形が小室圭さんにはできないんじゃないかってことですよね。そうですね。だからローンすら組めないんちゃうかってところですね。そういうことですよね。まあ1億円の家とかしたら、まあ、1億円丸々払うってことでしょうね。まあセキュリティもね、しっかりしたとこじゃないとその辺のアパートに住むわけにはいかないんで、お金もかかるでしょうから、まあ1億円プラス残りを警備費用みたいな感じで、なんか1億5000万じゃ足りないでしょうね、1億円のところに住むんであれば。ああそうですね。警備費用もかなりかかりますし。そうね。だからまあその辺をロイヤーさんとかで1億5000万以外にも出してもらわんと無理ってことでしょうね。以外にも出してもらわんとダメなんですね。ってことはまあなかなかね、強行結婚が難しいってことですよね。警備費用だけでも何億かね、数年でかかるんじゃないかって言われてますもんね。そうね。警備員雇うのにというか。まあだからまあニューヨークで結婚とかもありえますけども、駆け落ちでニューヨークで結婚しようとしても、まあ、なかなかねセキュリティ的にも、まあ、そのぐらいの家に住まないと難しいやろうし。そうですね。まあどうするかですね。でしかもそれをそういった家に住みながら借金も返していかなあかんっていう感じやからね。そうですよね。かなりの借金で。そうですね。つい最近 YouTuber のテンチムさんが、はいはい、4億円ぐらいなんか借金というか、あの返さなあかんお金ができて。ああそうなんですか。数ヶ月で返して、今またオークションみたいなところに住んでるんですけど、はいはいはい、そんなレベルでね、返せたらいいですけど、小室圭さん、そういうわけにはいかないでしょうからね。あでも、まあ、小室圭さんが YouTube 始めたら、結構ね、盛り上がって、アクセスが稼げて、確かにある程度稼げるかも分かんないですけどね。ただ、まあ、まあ、バッドクリックは多いでしょうね。いやー、コメント欄も荒れそうですしね。うん、どうするかですね。普通に真っ当にただただ働いてるだけではちょっとね、しんどいローンですよね、今借りてるお金は。そうですね。紗友子さんはもうそうですけど3分の2払ったとか、その1億円のうちの、はいはい、眞子さまもいわゆる自分がお金の部分をかなりの面を見るっていうのは正直別にいいんでしょうね、その小室圭さんのために。いやまあ眞子さんは全然全額払ってもいいですね。多分そんな感じでしょうね。だからまあ国民からしてみると、あのそれが税金のお金って形で見るんで、そうです、うん、もう今でももうすでに5億円払ってますからね。そうですよね。だからまあこういったのが警備がなくなれば、迷惑系 YouTuber とかもね、はい、いろいろとタムロとかして撮影とかしたりとかして、うわー確かにアクセス取れますもんね。まあそれでね、どうするかってところでしょうけどね。今までの皇族の方たちよりも余計警備をしっかりしないといけないっていう形で、お金が余計かかるって言われてるんですよね。うん、かといってね、見捨てるわけにもいかないっていうのがね、こういう立場の人はもう警備いらんわってわけにもいかないですもんね、本当に。そうですね。どうするんでしょうね。もう思いのほか安いところにもう住むっていうはい、はい、オークションじゃなく、そういうパターンはなくはない、まあでもないでしょうね。でもさすがに眞子さまが心配ですし。ただまあこのままね、現状維持で行くっていうのが一番ね、国民としたら、まあ警備費用も5億円以上使われてて、はい、だからまあ皇室としてもやっぱタイムリミットというかね、もういつまでに決着がつかなかったら白紙に戻しましょうとかね、はいはい、そういうのがなければまあありかなってところありますけどね。白紙にですね。だまあその辺はね、一応週刊誌とかがちゃんと取材ができればいいんでしょうけども、はい、週刊誌もなんか小室さんの味方というかね、そういう形が多いですから。小室さんの味方が多いですか、週刊誌。そうですね。だからもう小室佳代さんと、まあ、結婚した利勝さんが自殺をして、その半年後に、まあ、元暴力団の長金士の男性が同棲をしてるんですけども、はい、でその長金士の男性っていうのはまだ生きてるんで、その人に取材をしたらいくらでも
取材ネタというかね、はいはいはい、まあ、小室さんが落とすようなネタっていうのが入ってくるんですけども、ちょっとその報道ができなくなっているというかね。ああ、なるほど、まあ、報道規制とかあるんかもわからないし、その辺がどうなのかなってところですけどね。週刊誌とかね、そのメディア系もアクセス取れるネタを探すってやっぱり日々大変らしくて、はいはい、こういうねアクセス取れるこういう話題がずっと続いてくれたら仕事として楽なんでしょうけどね。これ長引かせてほしいと思ってるでしょうけどね、メディアは。じゃあ長引くっていうか、別に逮捕されたり結構それはそれでネタって思うんですけどね、もうそこで終わりじゃないと思うんですけどね。逮捕されてしまったらちょっとはもちろんすごく盛り上がるでしょうけど、結局ね眞子さまと別れてしまったらそこでまあ終わりっちゃ終わりじゃないですか。そこから小室圭さんを追うかって言われたら、いや、まあ結構それでしばらく終えると思いますけどね。ああ、逮捕されてしまってからですか。次の日から一般人から会わないとかそういうこともないと思いますけどね。そこからまた破談を発表するまで獄中結婚するかも分からないしね、まだ。まあまあそうですね、獄中結婚はかなり可能性低いと思いますけど、ただそこで誰かが破談を発表しないといけないんですけども、その破談を発表する人がおらんから今まで結構粘ってきてるわけだからね。まあ、眞子さまとしてもここででも破談になったら辛いとこでしょうけどね、30歳で、まあ、失恋っていうか、はい、だからまあ破談はしないと思うんですよっていうことですよね。ってことは、うん、極中結婚とか、まあそういう形で逮捕まで持っていっても面白いんちゃうかなって感じですね。破談より極中結婚の方が国民からの目とか周りの目が辛い気がしますけどね。ただ週刊誌としたらそっちの方がネタになりますからね。まあそうですね、うん、すごい話題でしょうね、極中結婚みたいな。そうですね、新聞一面でしょうね。まあただ今の時点でね、あの普通に身辺調査したら不正受給とかでももう十分証拠も揃ってるしね。はいはいはい、まあ、一応まあそれ時効とかで逮捕はできないかもしれないですけども、あ、まあ、その過程とかで、まあ、その長権士の男性とかのまだ生きてるし、はい、元暴力団やったってことが分かったりとかね、いろいろとか分かってくるんで。時効になるほど時間経ってるもんですか。でも、いや、もう経ってますね、時間は。はい、あ、本当ですか。じゃあまあなかなか難しいんですかね今。そうですね、もう長権士の男性はもう20年ぐらい前かな。でその後元婚約者も8年ぐらい前かな。だからまあ時効は成立してるんですけどね。まあこの辺皆さんどういう風に感じたのか、よかったらコメントもらえると嬉しいですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録もなどして登録の方もお願いします。よろしくお願いします。